ちは、元住吉七尾でーす。パチ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 。今日は、あ、とりあえずまず、服がチャイナになってまーす。ちょっと咳払いがしたくなっています。ちょっとミルク服より可愛いかなと思ってるんですけど。まあ、なんだろうな、ノーブルドレスとかが可愛い気がしてます。本当は。なんかさ、通知が来てて新しいダウンロードコンテンツがあるとかないとか言ってたんだけど、あんまりなんか見えなかったですね。何だったんだろう、あれ。気のせいかな。でね、今日は、本当に、女の子が本当に主人公のアニメとは何かっていうことを考えていきたいと思うんですけど、ツイッターで、クジラさんっていう方が、なんで世間に流通してる、なんで流通するアニメってほとんど男子が主人公なんだろうっていう、ことを言って、なんか炎上するっていう話があってね。まあ多分クジラさんの観測範囲から見たらそうなんだと思うんですけど、世の中女の子が主人公のアニメばっかりじゃないですか。我々から見たら。なので、まあ、その観測範囲が違うんだなっていう話なんですけど、でさ、女性向けの、でも女性向けのアニメだってさ、例えば歌プリなんか主人公女の子ちゃんでしょ？うん。なんだっけ？沢城みゆきちゃんがやってたんだっけ？早見沙織ちゃんだっけ？忘れちゃいましたけど。なんかその辺やってましたよね。そうなんですけど、でね、まあ男性が見る。男性向けじゃなくて女性も見れるような感じで、それで、しかも恋愛ものじゃないやつがいいとか、なんかいろんなね、条件がこう、いろんな条件がたくさん出てくるんですけど、まあでもね、わからんでもないんだよね。なんか言いたいことはね。でもまあ、その条件で言うと、そもそも、なんていうのかな、そういうのがない。いわゆる、なんだろうな、ファンタジーを、売ってる話っていうのが、いわゆるファンタジーを売ってるって言うと何だろうな、テーマがあるものみたいな。ある、テーマがないものはないけど、テーマがさ、いわば、人にとって心地よいものがテーマなものってあるじゃん。例えば、女の子が主人公だけど、リリース・ザ・スパイスとか、リリース・ザ・スパイスは、すべてが予定調和なんですよ。あ、それと、獣フレンズ2とかね、多分。獣フレンズ1は違ったよ。獣フレンズ1は違ったけど、獣フレンズ2は、そうじゃないんだよ。うん。人に心地よさを与え続けるコンテンツなんだよ。世の中には2種類のコンテンツがあって、これね、山田礼二さんが言ってた。
いや、和田英二さんが言ってたんだけど、もう、この元住吉奈々は、仕事がない時は山田英二さんの、山田英二のヤングサンデーをずっと見てますから、YouTube で。そうするとなんか変な洗脳がされてくるんですけど、山田英二さん風に言うと、麻酔コンテンツと覚醒コンテンツっていうのがあって、麻酔コンテンツっていうのは、麻酔コンテンツっていうのは人に心地よさを与える、これ好きでしょっていうのをストレスなくほぼね、まあそこはグラデーションある、もちろんあると思うんですけど、あんまりストレスない感じでこうどんどん停止していって、ああストレスなかったっていうのが、麻酔コンテンツ。対する覚醒コンテンツはなんか、その、見てる人に現実を突きつけるんだよね。そういうのが覚醒コンテンツ。で、多分、このクジラさんが言ってるのとしては、その麻酔コンテンツを、麻酔コンテンツ、女の子主人公のアニメって麻酔コンテンツになりがちだよねみたいな話じゃないか。まあ、そうでもないんだよ、本当は。男性向けでも、男性向けじゃない、女性向けで男性主人公みたいなやつ。あれ、男性向けのアニメでも、男性向けのアニメでもいいんだ。女性向けのアニメも、麻酔コンテンツだって、まあ、いくらでもあるんだけど、まあでも、その場合、男子主人公になるとか、女子がいて男子との、こう、麻酔的な恋愛が麻酔的なね、恋愛が、メインになっちゃうっていうことなんだよね。だそこ、恋愛ものが嫌だとか言ってるのは、多分麻酔コンテンツ的な、麻酔的なね、気持ちいいだけを追求する、恋愛ものが嫌なんだろうなっていう。ことをちょっと思いながら、見てましたわな、で、最近の、覚醒系、何あったかなっていうのをさ、ちょっと考えたわけよ。そこがむしろ面白くって。何あったかなって見ててさ、スレッドというか、そのぶら下がってる、ツギャッターとかにまとまってるのを見ていくとさ、働く細胞って、女性主人公とかかどうかって、実はそんな重要じゃない気がちょっとしてんだけど、働く細胞はね、なんか、ちょっと、話違うんだよね。まあ、結構ヒットしたけどね。血小板ちゃんが可愛いっていうところで。でも話のストーリーとしてはさ、完全に麻酔系なんだけど、その内容の、道具立てっていうか、その、場の立てだよね。舞台設定が、舞台設定自体がちょっと覚醒系っていうのは変だけど、その、現実に役に立つっていう、そういう構造してんだよね。働く細胞。これちょっと面白い。あとはね、キルラキル。キルラキルは覚醒系を目指している気がするよ。覚醒系コンテンツを目指している気がするよ。覚醒系コンテンツは何なんだろうね。でもさ、思いっきりストレスを与えて解放するってことで、快感を、こう、作り出すっていう、ド M 向けの、麻酔もあるような気がするんだよね。この元住吉なのは。やばいな、今日はなんか深い話してんな。こんなんで大丈夫なのかな、世の中の人々は。ガラスの仮面は何だろう、よくわかんねえわ。覚醒っぽい気はするけどね。そうね。サイコパス確かに。ちょっと流行りましたよね、サイコパスね。これも、覚醒系ですね。これ完全に覚醒系というか、なんか、あれがありますよね、テーマがね。そう。あ
人工知能というかに支配された世界というかね、その人間が絶対的なものに裁かれるっていうのはどうなのみたいな話あります。戦車道ね戦車道とかウィッチーズ、ストライクウィッチーズとかは完全に麻酔なんで多分違います。ポップテピはね、かなり作家性ある作品ですよね。麻酔の皮かぶってますけどね作家性あるなと思います。この元住吉七尾がポップテピピック好きか嫌いかっていうことは置いといてですよ作家性あって、ありながら、なんかねっていう、ちょっと深い作品だと思いますよ。そうね、アルプスの少女ハイジ、少女ハイジもちょっと最近もちょっと古すぎるよねきっとね。レイヤースとかもちょっと古いと思うんです。そうねあとね、よく出てきてたのがね、白箱はかなりいいんじゃないですかね。この人の見たら面白いと思いますよ。面白いと思うと思う。慶應は完全にドマスイコンテンツなんで全然楽しめないと思うんだ。慶應を勧める人はもう多分このクジラさんを理解してない人だよね。それからね、窓マギいいんじゃないかな。ただ、道具立てというか、キャラの立て方として、男性向けの萌えアニメ的な、なんか、あれで入れて入ってるから、そこはちょっと厳しいかもしれない。プリンセスプリンシパルいいんじゃないかな。どうなんだろう。ちょっと麻酔入ってる。麻酔っていうかなんちゅうかだけどね。萌え系のなんか、道具立ては入ってますけどね。まあ、その辺は売るために仕方ないところなんじゃないか。ただ、テーマとしては、いいんじゃないかなと思います。どっか行っちゃったー。それから、少女革命ウテナは、独学性コンテンツですよね。ただちょっと古いんじゃないかな。この元住吉七尾は大好きで、ですけどね。DVDがうちにあります。あとスレッドというか、あんまりみんな話題に上げてないけど、キルミーベイベーっていうのがありますね。キルミーベイベーいいですね。あとね、この元住吉七尾が円盤持ってるところで言うと、放課後のプレアデスっていう作品、これ好きですね。大好きですね。これも覚醒系ですよ、一応。すごい作家性が強いというか、文学的な作品です。そうね。あとは何だろうな。バイオレットエヴァーガーデンとか結構、押す人がいて。あ、これいいと思いますよ。多分、このクジラさんもあれ、ご満足いただける作品なんじゃないかなと思います。あとはね、ゆりくま嵐とかもいいかも。ゆりくま嵐はもうめちゃめちゃ作家性強いですから、いいんじゃないですかね。作家性強い。作家性が強いのがいいのかどうかわかんないけど。まあでも作家性が弱くって大衆が好きなものをただ並べる作品っていうのは多分お好みでないんだと思うんです、クジラさんは。
ていうとこだよね。ちなみに、この獣フレンズ2と煙草に関しては、この麻酔の部分と覚醒の部分がこう分離した感じなんだよね。獣フレンズ1にあった要素が。だから、どっちもそんなに売れないと思うんだ。どっちもそんなに売れないっていうか、なんだろうな、その、お互いのファンがこう二分されるような感じになるんじゃないかなと思います。ということで、元住吉七尾は、元住吉七尾的なおすすめは、そうですね、やっぱり放課後のプレアです。これを、ぜひ、見ていただきたい。クジラさんには、放課後のプレアデスをおすすめしまーす。じゃあねー、元住吉七尾でしたー。バイバーイ。